閉鎖後の、ランドの様子。アイテム番号 SCP-1275-JP。オブジェクトクラスセーフユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1275-JP はサイト、8104の担当班によって管理されています。現在、ランドは SCP-1275-JP 以外の施設すべてが撤去された状態であり、SCP-1275-JP を取り囲むように研究施設が建設されています。施設は財団フロント企業が所有している発電施設に偽装されます。現在、並行して SCP-1275-JP-A の状況や動向の監視が行われています。もし、何らかの異常が発生した場合はサイト、8104の担当班に報告してください。新たな SCP-1275-JP-A が SCP-1275-JP 内部に出現した場合は速やかに対象を保護し、検査を終えた後に保護者の元へと移送してください。説明、SCP-1275-JP は北海道、近隣に位置する、子供お仕事パーク、と明記された大型施設です。対象は1990年に子供の職業体験施設という名目で、当時遊園地として経営されていた、ランドの敷地内に建設されました。しかし、その後の経営不振などから1991年に運営会社が倒産、その直後にその全体が閉鎖されたと記録されています。SCP-1275-JP 内部では大規模な時空間異常が発生しており、施設外見よりも多くの面積を有しかつ外部で1時間とされる時間も内部では2ヶ月程度であると計測されます。なお、これによる人間の老化現象などは発生せず、天井部分にある大型の電灯やスプリンクラーなどによって朝昼晩の太陽の様子や雨といった天候の変化なども再現されています。また内部では大型ビル及び公共施設などが存在する市街地が運営されており、犬や猫、カラスや鳩といった市街地に生息していると想定される生物、並木、庭などで植生している植物等も存在しています。内部で使用されている物品や生物には何ら異常性は見られず通常のもの同様に損傷しますが、それらを外部に持ち出した場合、対象は瞬時にプラスチック製の人形や物品へと変化します。SCP-1275-JP の異常性は内部に5歳から9歳までの人間が侵入した際に発生します。該当する児童が内部に侵入した場合、対象の精神年齢は大幅に向上させられかつ30歳から40歳であると想定される人間が有する一般常識と学力を保有した状態に変化します。以下 SCP-1275-JP-A とする。なお、SCP-1275-JP-A に該当しない人間等が施設内に侵入したとしても何ら影響は受けず、これらの直接的な原因や識別方法などは現在も判明していません。SCP-1275-JP-A は全員が日本国内にて行方不明となっていた人間であり、SCP-1275-JP に到達した経緯など一切を記憶していません。なお、影響下にある SCP-1275-JP-A は SCP-1275-JP 内にある物品すべてを施設内に設置されている模造品であると正しく認識しており、そのため SCP-1275-JP 内からの脱出も容易であると理解しています。ですが、SCP-1275-JP-A が外部に出た場合、瞬間的にこれまで確認された全ての異常性が消失するため施設内部の記憶のほとんどを喪失します。現在、SCP-1275-JP-A となった児童らの行方不明事件が SCP-1275-JP によって引き起こされた事象であるかは判明していません。SCP-1275-JP-A が SCP-1275-JP 内部に侵入した場合に発生する工程。工程1行方不明となっていた児童、この時点で影響を受けるため SCP-XXX-JP-A と変異する、が未知の原理で施設内にある玄関広場に突如出現する。校庭に広場に設置されている印刷機から自動で SCP-1275-JP-A に割り当てられる職業と居住区が明記された書類が印刷される。校庭3 SCP-1275-JP-A
JP、A は指定された地区に向かう。工程4すでに SCP、1275、JP、A の本名が書かれた表札のある住居にて生活を開始し、その翌日から同じく指定された職業に従事するようになる。SCP、1275、JP、A はどのような特殊な技能、遺伝子操作や量子物理学といった高度な研究職、危険物の取り扱いに関わる職業など、であろうともそれを行使し。SCP、1275、JP 内に設置されている交通機関や金融機関、医療施設。政治的機関及び警察組織などを運営することで現代の日本の都市部と同等の生活水準を有する独立した共同体を形成しています。それに伴い SCP-1275、JP 内で社会的な人間関係を有する SCP-1275、JP、A の存在も確認されています。2017年現在、全 SCP-1275、JP、A は財団機動部隊により保護され、その後の精密検査を終えた上で保護者の死体と記されています。ですが、今後発生する異常性発言の可能性も考慮してそれぞれに対しエージェントによる監視が行われています。なお、現在対象のほとんどが SCP-1275、JP 内で担当していた職業と同様の職に就いており、しかしこれらの事象はあくまで SCP-1275、JP、A 等の自由意志により決定されたものであると確認されています。以下は現在の SCP-1275、JP、A の動向をまとめたリストの抜粋です。SCP-1275、JP、A、1。本名佐川、職業意志、対象は SCP-1275、JP 内でも医師として活動しており、現在も内科医院を開業している。しかし、エージェントの報告からもこれの決定に何かしらの強制があったようには見えなかったとされ、開業した医院の方針や周囲の人間関係など SCP-1275、JP 内で生活していた時とは大きく異なる点が確認されている。SCP-1275、JP、A、27。本名神代、職業元アパレルショップ店員。対象は2016年7月28日に酒気帯び運転をしていた普通乗用車にはねられ死亡した。職業こそ SCP-1275、JP 内で担当していたものと同じだが、内部でこのような事象は確認されていない。このことから、SCP-1275、JP 内で発生した事象は SCP-1275、JP、A の行動原理や結果にほとんど関与していないと思われる。SCP-1275、JP、A、98。本名立花、職業企業の経理担当、職業に関しては SCP-1275、JP 内で担当していたものと同様であり。また対象は SCP-1275、JP 内で婚姻関係にあった SCP-1275、JP、A、99、野崎、氏、と現在も婚姻関係にある。これらの現象もあくまで双方の自由意志によって決定されており、対象2名が接触した経緯も SCP-1275、JP 内で発生した事象とは異なる形で発生している。なお、SCP-1275、JP に関する記憶が復活した等の兆候も見られていない。SCP-1275、JP、A、120。本名桑原、職業検察官、SCP-1275、JP 内では弁護士を担当していたが、現在は検察官として働いている。なお、これらの経緯について監視を行っていたエージェントの報告によると、当初こそ対象は弁護士を目指してはいたが、当時通っていた大学の恩師が不当な方法で無罪判決を促したという報告を受け目標を変更したと確認されている。このことからも、あくまで SCP-1275、JP、A のつく職業や周囲で発生する事象、行動原理などは対象の自由意志によって決められており、SCP-1275、JP からの強制などは受けていないと思われる。SCP-1275、JP 内で確認されている職種の種類に関しては、子供を仕事パークの企画書などに明記されている職種以上の種類が存在しています。
これらの増幅は新たな SCP-1275-JP-A の出現に伴う構造物の出現という事象により発生しており、しかし、食料や医薬品等の消耗品、ガソリンといった燃料などの物品の生産に関しては閉鎖的なコミュニティである性質上常に人員が不足しているため、一部施設内に設置されている供給装置から未知の原理で生産、補填されています。なお電力などは SCP-1275-JP 内に設置してある発電施設によって賄われており、それらの操作は SCP-1275-JP-A によって行われています。ホイ SCP-1275-JP は1994年の北海道にて発生した事案により発見されました。当時、鹿児島県、町にて家族と旅行に来ていた、し、男性当時8歳、が海岸沿いで失踪するという事案が発生しており、捜索は困難な状態にあり捜査資料からも発見には至らなかったことが確認されました。しかし、それからおよそ3ヶ月後、北海道の、近くに敷かれている国道、号線付近にて対象が保護されたという報告が上がり財団がこれを察知、これに関する調査を開始。結果、エージェント、ピートがアキラ SCP-1275-JP を発見し、機動部隊を起用した内部の調査を行った際にオブジェクトの全貌が明らかとなりました。なお、発見当時の SCP-1275-JP 内には204名の SCP-1275-JP-A が生活しており、その後の調査で全員が全国で行方不明となっていた児童であることが判明しました。以下は SCP-1275-JP-A、98、本名立花、氏、男性当時7歳、へ行ったインタビュー記録です。閉じる、対象立花、以下 A、98、インタビュアーエージェント、P と、付記インタビューは SCP-1275-JP 内に設置されている A、98の自宅にて行われました。なお、当時 A、98は SCP-1275-JP-A、99、本名能崎、氏、女性当時5歳、と婚姻関係にありました。インタビュアーあなたがここに最初に来た時のことを覚えていますか？ A、98、ここの入り口でのことは覚えていますが、ここにやって来た時の経緯などは全く覚えていません。インタビュアーその場で引き返して、ここから逃げ出すことなどは、A、98多少は思いました。ですが、当時は外が大吹雪だったので、仕方がなく、ここに入っていくことにしました。インタビュアーなるほど。その時、自分に起こった変化などに違和感はありませんでしたか？ A、98いや、そんなには、不思議なもので、確かにおかしなことだったはずなんですが、まるで前から自分がそうだったかのように思えてきて、時々、ここの生活が本当のことのように思える時があります。インタビュアーなるほど。メモに書き留めメル音、では、質問を変えて、今の奥さんと会ったのは、何時頃のことですか？ A、98、10年ほど前です。この時点で時間認識に大きなズレが確認できる。当時私は、勤め先の経理として働いていました。彼女はカフェの店員で、私の一目惚れでした。何日も何日も通い詰めて、共通の話題を見つけて、それから一緒に出かけるようになって。今までの私は、ただ生きているだけでした。ずっとずっと何もなくてで、ぼんやりとした時間だけが流れていて。インタビュアーそれは、ここへ来る前のことですか？ A、98、そうです。あの時の私は、何もなかった。何も知らなかった。よく子供の頃の思い出は綺麗なものばかりだと言われますが、私たちにはその子供だった頃が近すぎます。あそこまで思考がついつかないというのは恐怖でしかない。まるで心が体に閉じ込められているようでした。ここに来たばかりの時は、それを払拭することだけに時間を費やしました。同僚とも疎遠で、一人だった。でも彼女は、そんなくだらないものを忘れさせてくれるほどに、温かかった。インタビュアーでは、あなた方がここを出たがらない理由というのはそれが原因ですか？ A、98、大半はそうだと思います。ここには、だいたい200人程度の子供がいて、皆が皆自分の生活があって、様々な理由を抱いてここにいます。
さっき言ったこともそうですが、その理由は様々です。中には親に捨てられてここに行き着いた人もいます。ですが、私はそれとはちょっと違います。インタビュアー違うとは。A98、おそらくですが、ここを出てしまうと、ここでの生活のことは全て忘れてしまうんです。前にここを出て行った人を中から見ていました。扉の向こうに行った瞬間に年相応な子供に戻ってしまった。それを見てしまった私の妻のことを忘れたくない。彼女との全てを失うぐらいなら、無邪気なあの頃になんて、戻りたくない。5秒ほどの沈黙。インタビュアー、ですが、あなたの親御さんは今もあなたの帰りを待ち続けています。たとえ精神が大人になったとしても、あなた方はまだ子供です。戻るべき姿と居場所があります。A98、沈黙、その通りです。インタビュアー、これは、全住民の皆さんに伝えることなのですが、明日、私たちは半ば強制的ではありますが、あなた方全員を保護しようと思っています。その後、検査も上何も問題がなかった場合は、速やかにあなた方を保護者の元へと送還する予定です。A98、そうですか。インタビュアー、奥さんと最後に、よく話をしてください。A98、インタビュアーまだ1日あります。終了報告書後日、機動部隊主導で全 SCP-1275-JP-A の保護作業が行われました。なお、大半の SCP-1275-JP-A はエージェントの交渉により自主的に SCP-1275-JP からの脱出を承認し、立ち話に関しても能崎氏との話し合いの末これを承諾しました。なお、全 SCP-1275-JP-A に発言していた影響は SCP-1275-JP から出された瞬間に全て消失し、施設内部での記憶のほとんどを喪失しました。追記2000年現在、新たな SCP-1275-JP-A の出現は確認されていません。しかし、SCP-1275-JP 内部での空間的異常は確認されているため、以降も監視は継続されます。また、SCP-1275-JP-A の保護後に行われた内部調査の際に以下の文章が印刷機から印刷されました。これに関する異常は発生していませんが、内容から SCP-1275-JP がこちらを認識している可能性が浮上。そのため、日本支部理事会は対象のオブジェクトクラスを政府からユークリッドに変更しました。私は諸君らに問いたい。諸君らが考える未来とは何だ？思い空想した未来とは何だ？子供の頃に描いた夢か？はたまた、何者かに敷かれたレールか？君たちの今の姿は一体誰が決めたことだ？己が決めた肖像か？これは一つの証明だ。人生というものの証明だ。生は何者にも縛られはしない。運命などこの世には存在しない。それは、大人である君らの方がよく知っているはずだ。